徴用とは、戦時などの非常時に国家が国民を強制的に動員して一定の仕事に就かせること、また物品を強制的に取り立てること。占領地住民に対する徴用、徴発については、ハーグ陸戦条約に規定があり、正当な対価のない徴用、徴発は禁じられている。オスマン帝国には、デブシルメと呼ばれる強制徴用制度が存在した。ムラト一世は、イエニチェリと呼ばれる軍隊を創設し、バルカン半島にあるキリスト教徒の村々から少年の兵士として徴用した。占領地住民に対する徴用、徴発については、ハーグ陸戦条約に規定があり、正当な対価のない徴用、徴発は禁じられている。勤労動員日本では、1939年に国民徴用令が制定され、第二次世界大戦の終結まで行われた。日中戦争の全面化によって、日本の戦争の長期化、総力戦化が確実な状況になり、相次ぐ徴兵に伴う労働力不足と、軍需関連を中心とした需要と生産規模の急激な拡大によって労働コストが急激に上昇していった。この事態に対応するために、軍需関連を中心とした労働力の安定確保を図る必要性が生じた。日本では、すでに第一次世界大戦中の1918年3月に制定された軍需工業動員法が存在していたが、強制力は非常に弱いものであった。そのため、政府は1938年3月に国家総動員法、翌1939年7月に国民徴用令を公布して、国民の職業、年齢、性別を問わずに徴用が可能となる体制づくりを行った。当初は国民職業能力申告令に基づいて、申告を義務付けられた職能の技能、技術者を対象とし、職業紹介や各種募集で確保できない重要産業の人員確保に限定して担当官庁が必要最低限の人数の徴用を行うとする限定的なものだったが、徴兵規模の拡大に伴う人員不足と賃金の上昇は深刻となり、特に1941年の太平洋戦争開戦後は深刻なものとなった。そのため、国民徴用令に伴う徴用命令が乱発され、翌1942年5月13日には、企業整備令が公布され、娯楽、観光関係などの普及不要産業や、軍需転用が困難な中小企業や、商工業者は、強制的な統廃合処分を行い、余剰人員を動員に振り当てた。1943年の国民徴用令。国民職業能力申告令の改正によって、徴用制度の整理と効率化が図られ、国家が必要と認める場合には、いかなる職能の技能、技術者でも指定の職場に徴用可能とし、また特定の企業、業務従事者を事業主以下企業全体を丸ごと徴用することも可能とした。その結果、1944年3月までに288万人余りが徴用され、一般労働者全体の2割を占めるまでになり、結果的には強制的な産業構造の変化と労働者の配置転換を全国的に行う事態に至った。こうした徴用は現実の食料などの物価上昇を無視して一般国民を国家の命令で転職させて低賃金で働かせるものであったことから大変評判が悪かった。当初こそは徴兵に次いで国家に奉公する名誉が与えられたとする考えもあり、積極的に徴用に応じる空気もあったが、労働環境の劣悪ぶりと度重なる徴用令、そして勤務先の強制的な解散、組織全体の徴用などに伴って、徴用に対する一般国民の反発は高まっていった。すでに1940年の段階で、徴用拒否者が問題化し、徴用の動員令状である白紙は軍隊の召集令状である赤紙と並んで人々を恐れさせた。徴用拒否は1943年から1944年頃には深刻化して徴用制度そのものが崩壊の危機を迎えた。このため学徒勤労動員や女子低賃貸の名目で学生や女子などの非熟練労働者に対する動員が行われた。1945年3月6日、国民徴用令、国民勤労協力令、女子低薪勤労令、労務調整令、学校卒業者使用制限令の5勅令は廃止、統合され、国民勤労動員令が公布された。終戦時において、既徴用者は、新規徴用161万、現員徴用455万、合わせて616万人が徴用されていた。なお、野口幸男など一部の学者からは、戦後日本の労働制度と戦時中の徴用制度の共通性を指摘する意見も出されている。日本統治時代の朝鮮人徴用も、参照1944年8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも適用するとした閣議決定がなされる。その後、1944年9月より朝鮮人にも適用され、1945年8月の終戦までの11ヶ月間実施される。日本本土への朝鮮人徴用労務者の派遣は1945年3月までの7ヶ月間であった。徴用労働者は宿舎を用意され、正当な報酬が支払われていた。徴用は朝鮮人の間で人気があり、自らも日本企業での徴用に志願した経験を持つ、蔡奇甲嘉也大学校教授は、三菱工業手稲工業所が中西南道で工員を募集した際、倍率は7倍に上ったと述べている。戦後、賃金の一部が未払いであったことが問題とされたが、1965年に締結された財産及び請求権に関する問題の解決並びに、経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定によって、未払い賃金を含めた経済支援が韓国に行われ、完全かつ最終的に解決されたこととするとした。一方2012年5月、韓国最高裁が、個人請求権は消えていないと判定した。大韓民国の一部には未だ納得していない者もおり、未だに賠償要求をしている。また、北朝鮮に対して賠償をしていないという問題がある。ありがとうございます。